様いかがでしたでしょうか。この100年事業に合わせまして、弦楽四重奏ということで、さまざまなですね楽曲をご提供いただきました。ですが、今回めでたい席ですので、皆様の温かいご声援をいただければですね、もう1曲ぐらい演奏していただけるんではないかなと勝手ながら思っております。ありがとうございます。これはリクエストの拍手ということで受け止めさせていただきます。それではもう1曲お願いいたします。ありがとうございます。すいません、無理やりアンコール用意したみたいな感じになってしまって、それでは最後にですね、やっぱりお花の曲といえば、こちらの曲で締めさせていただきたいと思います。花は咲くをお聴きください。皆様ありがとうございました。今回演奏いただいた清岡優子さん、村津珠樹さん、市川由加子さん、福井彩さんに今一度盛大な拍手をお願いいたします。本日はこちらの弦楽四重奏演奏会を13時から予定しており、また予定しておりますので、こちらの芝生広場で開催いたしますので、またどうぞお越しください。また北区の物産やバラにちなんだ商品など園内入り口の馬車道にも多数取り揃えておりますので、こちらの方もどうぞご利用ください。最後にご来賓の皆様に申し上げます。この後ささやかな席を設けておりますので、
誘導係がご案内するまで、お時間許す方はですね、こちらでお待ちくださいますようお願い申し上げます。またお帰りの際には正門受付の係員に胸元のリボンをお戻しくださいますようご協力